な、9月10日リアルメンカンファレンスがあるぞ。今年のテーマはなんと The Anchor Ruby Live。 これは男による男ダメの男のカンファレンス。男のプライドの話、父親の話、そしてスーツ。男ならオープンになって話そうぜ。ハワイのアライズチャーチからゲスト男牧師パスターアイバンが来てくれるぞ。最高の男のカンファレンス、来なかったら男じゃないぜ。バチコイ。そして同じく9月10日土曜日に女性のためのローズカンファレンスがあります。 On the same day, September 10th, we have a conference for women, the Rose Conference. ストレッチブースやネイルブース、アクセサリー作りを体験することができます。 There will be lots of booths for you to try different things, such as stretching exercises, manicures, and making accessories. 外見の美しさだけではなく、内面からの美しさがどんなものかを知ることができる女性のためのメッセージがあります。 And it's not just about outer beauty, but there will also be special messages for women talking about your body. ありのままで自分らしく輝く女性を目指しませんか。ドレスコードは初めてのデートコーデ。The dress code is what you wear on your first date. 女性の皆さん、お待ちしてます。We hope you can come. 次のアナウンスです。今年も名古屋にワトトがやってきてくれます。ワトトとはアフリカの戦争や病気で親を亡くした子どもたちが音楽を通して私たちに愛や希望を伝えてきてくれるチームです。このコンサートがこの名古屋インターナショナルホールで開かれます。ぜひ今年もボランティアを募集しているので、興味ある方はぜひ声をかけてください。日にちはこちらです。応募を待ってます。次のアナウンスです。毎週水曜日の7時半からはウェンデーナイトジャッジがあります。テーマは This is Real 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 Love。一人の人を愛し抜くということ、恋愛のビジョンの勝ち取り方など、本物の愛についてた